はい、ありがとうございます。新年明けましておめでとうございます。まだ行ってこんな、いや、ちょっと言うタイミングが言うタイミングで新年明けましておめでとうございます。今日は1月の5日、事務所は休めんだな。事務員さんたちとか営業も休めんだよな。明日の半だけ今日から動いたの。そうです。そうだな。で、今資材置き場にちょうど今来て12時42分最近なんか結構温度と、もう結構温度感って言われてるから、いや、もうクリスマス前ぐらいから調子悪くて、うん、クリスマス前って重症じゃない？まあまあ前まあまあ前だよ。え、まあまあ前しかもクリスマスって一番盛り上がる時じゃん、こんなもん。なんかプレゼントとかもらってな、イブと、もうすぐイブだねみたいな感じだろ。なんかうまくいきそうな時期なの。時期だよな。自分らはこう、こうなって。なんでクリスマス。なんで結構出てきてなかったのか、飲みに口も、いや、向かいますみたいな。何日も飲めないかっていう情報があったから。まあ、一時は会ってましたね。一時は週3とか週3、週4か。あるんだけど、一回ちょっと今日疲れたからやめようと思って。お前が？向こうが。ああ、向こうが。で、一回断られた。一気にしよう。いやいや、僕まず手出してないですよ。危ない、一気してない。してないですよ。キスもしてないです。一回も？一回もしてないです。引っ張ったね。いや、金も引っ張られてない。ほんでほんで。だから、その、なんていう、一回断られて、うん、まあって何回かあったんだろ。そうです。で、何やったの？エッチしながらやることなのね。え、マジであってんだ。男と女が。マジ脳がエッチしかないから、あなたは。そうなるだけ。僕、若い男と女が一緒に週3回ご飯食べたり喋ったり。そう、最近どこで？なんとか車の中とか。車でご飯食うの？カップラーメン。いや、ご飯はどっか行ってあ、ご飯食べに行こう。空いてるお店行ってで、お酒でも飲んで。お酒はあんまり飲んで。あ、まあ、運転の時もあるしな。はい。それを繰り返してたんですけど、うん、断られて1回。え、死にかったことは。そんな気もしますけど、手出さなすぎて。いや、そうそうそう、あんまり手出さないと。何みたいな考え、やめなよ、本当に。女は注意したら褒めるから。俺12歳にそれを教えてもらったから。12歳、うん、サンタクロースに教えてもらった。偉それが今まで人生が一番大きい贈り物だわ。クリスマスだよ。キスしたら女は褒める。抱いたら女は惚れる。教えてもらえばよかった。なんでなんで。いや、会わなくなって、うん、なんで誘われづらくなって揃ってないといけない。そう思います。で電話とかするじゃないですか。次の時に電話して今日空いてないのみたいなこと言った時に、うん、その時もダメで、でその電話の後だからなんか LINE も別にしてないじゃないですか。それでもう連絡も取られてないし。そしてそうですよ。向こうも向こうも僕から送んなきゃ来ないんで。向こうから来ることはあんまないんで、うん、だから今はだってそんなに好きじゃないんじゃない？だから聞いてる。だってまだキスもしてないし、エッチもしないから。サンタクロースに聞いたら、チューしか好きになるから。フェロモン出るから。好きなフェロモン。じゃあ女って。男は出した時にフェロモン出てちゃうの？あれ？こいつのことあんまり好きじゃねえと思って。確かあるだろ？あります。だ恋愛の先生だぞ。お願いします。コメントがあるぞ。大丈夫。大丈夫やぞって。だけどそうだよな。別に可愛いし、優しいし、いや、その最初の突破したら別に顔はさ、そんなイケメンじゃないじゃん。そう。じゃあ俺もそんなさ、俺も別にかっこいいとかじゃないけど、こういうキャラだから、もう好きか嫌いか俺のことどっちかとか。突破するなら苦戦するんだけど、突破したらもう、勝ちか。だもんな。別に性格悪いから俺は。俺性格めちゃくちゃいいからさ。自分で言ったよ。とにかくこれきついのはあるよ、わーっていうのはあるけど、だけどこういうキャラだと思って最初は女に入っていくけど、じゃあ案外違うから。2人なんかめっちゃ優しいから、ニャンニャンとかしちゃう。気持ち悪い。今日カレーターライスが食べたいんやーとか言うから。待って、それされたらマジで殴りたい。ニャンニャン、そう、腹立つ。まずニャンは言うときは、でもやめときます。サンタクロースはアドバイス。俺のアドバイス。いや、自分やるでしょ。サンタクロースは言ってなかった。サンタクロースは言ってなかった。いや、お前、いや、言ってない。よくないよ、みたいな。だから、お前じゃ別に終わってないじゃん。でも僕、ちょっと気持ち的に。なんで？グイグイ来られると嫌なの？グイグイ来られると嫌ですよ。逆に。グイグイ逃げてる。でも僕がグイグイ行くのもあんまり来ない。よくやって、俺、テラとかの女の子も俺が LINE 送ったの。絶対やめた方がいいじゃん。一人でだろ、内変身しろ、大丈夫。今まで僕があんまり彼女とかもいなかったんで、女の人として意識してなければ全然喋れる人、うん、
相手のことを、例えばお店で会った、うん、全然お店の人とお客さんとです、うん、友達だったら友達同士だ、うん、全然喋れるんですけど、うん、女の子として意識したらなんかどうも手出せないっていうか、あ、じゃあそのことは別に、じゃあそんなにご飯とか何か週3とかあったわけでしょ、うまく喋れてないなって感じがする。もうちょっとフランクな感じでいけたらいいかな。こんな感じでしょ、ちょっと一回カメラマンに見せてみて、彼女の名前にね、稽古は、稽古ちょっと、稽古はってちょっと喋ってみて稽古大丈夫全然いいじゃん、優しいじゃん。そんな感じですよ。え、全然いいじゃん。ただ、踏み込めないじゃないですか。もうちょっと、もうちょっとで踏み込んでみよう。ケイちゃん、キスしていい？いや、踏み込んだらそうなるんですよ。それがでも本当に、いざ目の前だと言えないって。あ、ケイもキスしてる、ちょっと違うよな。いや、わかんないですよ、今、まあ。いい感じの子だったらいいかもしれない。それで言われるの？ちょっとやだけど。キスしよう。ちょっとやだ。え、じゃあ言われないで、いや、それも怖いですね。いや、ちょっとそれも違うな。まあ、雰囲気とかあるじゃないですか、その場の。そういうこと言うじゃないですか、女の人。もう分かんないっすよ、そんな。俺、雰囲気作るんだよな、それ。ちょっと雰囲気作ってくださいよ。ちょっとさ、見えるよ。ちゃう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 。あ、ごめんごめん。ちょっと、どうすか、今。めちゃくちゃ嫌ですよ。え、マジで。あ、多分大丈夫かってなるかもしれないし。シラフでしょ。あ、シラフ。シラフっていうか、まあまあ、君に酔ったわ。怖っ。このカレーライスと君に酔ったわ。ちょっと なんでさっきからカレーライスやったのカレーライスって焼きそばが好きだから。どうだって、LINE 送ってみて、ちょっとかしいんだ、これ送ったかもしれない。本当にうまいから。LINE だって送って、通話で終わってますから。結構やりとりしてんじゃん。じゃあさらっと送るか。ちょっと俺、送信しんから。いいよ。こっち見えようしようかな。いいっす、いいっす。お前のプライベートでこう見えようしようか。一応な。来まして、おめでとうございます。ちょっとキモいな。ちょっと硬いね。来まして、おめでとうぐらいはいいか。おめでとうございます。絵文字でいいんじゃない、あ、かわいい絵文字で。あ、おめでとうございます。で、柔らかく。あ、ね、あ、じゃあ、くまちゃんしようか。あ、くまちゃん。あ、これいいじゃん。いきまして、おめでとうございます。今年。何がいいかな、俺もわからんもんな。不安で今まで。でもな、結構10回じゃっとるだろう。うん、また、ご飯、いけないかな。これね。またご飯とかいけないかな。こびるし。ちょっと俺も会いたいんだよっていう気持ちを伝え、待ってください、今の流れで言ったら申し訳ないですけど、うん、これ最後の通話おととい、結構電話してるじゃん電話だけはしますよ。あ、してるでも、まあ、だから会ってないですけど電話をするけど、でその電話も別にそんな大した電話じゃないですよ。今だんだんリラックスみたいなーしてる、もうそれでやったそんな感じでそういうことじゃあ送らんほうがいいな。開けましておめでとうみたいな、違うもんな、ほっといていいんじゃないですか。でも飯行こうって普通に言えよ。どういう気持ちますか、ちょっとお前と行きたくないですか。ちょっと下がりましたね、でも間違いなく。なんで可愛くない、可愛くない、どうぞ向こうが来てほしいな。てか多分向こうが来なさすぎる、こっちが行き過ぎて疲れたみたいな。お前らで送ってすぎるんじゃない。そうだと思う。俺もガンガン行くまでもう分かるもん、飲み屋のやつとかさ。ずーっと連絡しまくってるから。行って行くって言って、明日、あれダメ、明日の日、明後日は。明後日ダメ、それ逆に明後日は。どこで折れます。いや、もう、だって分かるじゃん。あ、こいつ、こいつ、あ、もうないんだな。あ、俺、ここ飲むよ、マジで。いや、見習わないと。いや、そうだろ、別に。そうそう。変もんじゃないし。そうです。じゃあ、ね、あ、もう嫌がってんなって分かったら、別に連絡しなきゃいけない。向こうも忘れてくるじゃん。階段なんてやっぱり。やっぱ階段とかね。そういうことですね。そうそうそう。コメント欄でアドバイスほしいな。アドバイスしていただいて、岡部さんに。じゃあ多分俺のアドバイスね。これめちゃくちゃ言ってるだけだから。脳みそ猿みたいなこと言ってる。脳みそ猿って書いて。本当に喋れんの？喋れなくはないですよ。ただ手が出せないですよ。その進展ができない。いいけど、だって先までいいでしょ。そう持っていったらいいんじゃない？そういきなりの道とかでいいじゃん。シチュエーション作らなかった絶対にそうなるシチュエーション。泊まりで温泉行くとか。それでもハードル高くないですか。いや別にそっちもハードル低いでしょ。え、付き合ってないの。いや、お前ご飯食っといてみてお前ズボン全然温泉車の方がハードル低いだろ。カスライが極限するの。極限。じゃあ逆に温泉車乗って社長からチケットもらってもいいじゃない。もうやるしかないんだ。確かに。もうやるっていうか、もうやるシチュエーションできてるから。もう入り口からないから作るのもセックスやりたいのもできてると思うんです。
浴衣とかも全てな料理だ料理なんかもまああれだぞ200アイテムだろ食ったらやりたなるもんあんなも全部同性写真とかそうコーデの鍋焼きがめちゃめちゃ綺麗で先輩ったらしいよインターネットで画像とか拾っていいでそれを見て先輩の写真マジやばくねすぐじゃないですかここで YouTube 入ったら YouTube 編集入ったので音声作ってもらってリュウジと奥さんと並んだ画像を作ってもらってこれちょっとシリーズ化してください追ってください追ってるけどもうこれ追った時点でもう見てるからなこれ公開されるたらいやでも多分見てないですよ YouTube 知らん僕はどうしようって言って働いてるって言ってああそういうことか多分あれじゃあ言わずに岡部さんの恋追ってみたシリーズ化してこうシリーズ化これ第1話そうこれ第1話です第1話タイトル何奥手な岡部奥手な岡部タイトル第1話第1話第2話はちょっと進展してるかな、岡部。岡部が全然それで行こうか。そうですね。じゃあ、一回表に乗ってみる。わかりました。じゃあ、それ公開で誘う。いい順公開でな。でも、LINE で普通に誘っといて、返信来て、またそれ見せればいい。ああ、それでいいな。ちょっと音声を送れば。わかりました。断られて2話で終わり。だけど、まあ。振られた岡部に乗っちゃうから2話で。その動画よりもお前の人生。しっかり追いましょうじゃあ。じゃあ第2話もお楽しみにということで。新年明けましてですけど、ぜひチャンネル登録で、今年もまたしっかり頑張って30万チャンネル登録を目指したいなと思ってますので、ぜひチャンネル登録してもらえると、コメントもらえるアドバイス。アドバイス第2話への進展への。くだらないやつだよみたいな。もううちはもう本当にもう一回そういうのがあると、二度とそのもう表示されないようになるから、そこだけ気をつけて、よろしくお願いします。はい、いただきます。